クレーター湖、クレーター湖、クラ、マスゴ、ギリワスは、アメリカ合衆国西部に位置するオレゴン州、南中部のカルデラ湖である。クレーターレイク国立公園のシンボルであり、青色で透き通った水が有名である。この湖は、マザマ山の崩壊により、約7700年、プラスマイナス150年前に、形成された、深さ655メートルのカルデラの一部を占める。 流入河川や流出河川はなく、降雨や降雪と蒸発の関係は250年ごとに水が全て入れ替わるくらいの割合である。水深は594メートルでアメリカ合衆国の中で最も深い。世界だと最大水深では第9位、平均水深では第3位である。クレーター湖は湖の老人と名付けられた。 成木の霧株が一世紀以上にわたって浮かんでいることで知られる。水温が低いためこの霧株は分解されることなく、長年にわたって水面を浮き沈みしいる。クレーター湖には二つの小さな島がある。一つは湖の西岸近くにある約128ヘクタールの面積を持つ噴石級ウィザード島である。もう一つは 湖の南岸にある自然にできた石柱である、ファントムシップである。土着の魚個体群はなかったが、1888年から1941年まで、湖で多くの魚が飼育された。数種の魚は持続可能な個体群を成している。2002年から、州の登録プレートのデザインの一つに、クレーター湖が採用された。2005年に、 アメリカ合衆国造兵局から発行されたオレゴン州の25セント硬貨はクレーター湖の絵が裏面に描かれている。クレーター湖はクラマス郡にあり、郡庁所在地であるクラマスフォールズから北西に約9 7キロメートル、メドフォードから北東に約1 3 0トルの場所にある。1853年6月に探検家のジョン・ウェズリー・ヒルマンが アメリカ原住民以外では初めてこの湖を発見し、ディープブルーレイクと名付けた。その後、ブルーレイク、レイクマジェスティと改名され、最終的にクレーター湖となった。クレーター湖は差し渡し 8.09.7km で、周焉の標高は2100から 2400m、平均水深は 350m である。最大水深は天候によってわずかに変動するが、 測定時は594メートルであった。最大震度に基づくと、アメリカ合衆国の中で最も深く、北アメリカ大陸ではカナダにある、グレートスレーブ湖の次に深く、世界で9番目に深い湖である。クレーター湖はよく世界で7番目に深い湖と言われるが、南極大陸にある4000メートルの氷の下にある、ボストーク湖と、チリとアルゼンチンの国境沿いにある最新の促進技を、 使用して計測していない、オギンス湖を除いた順位である。平均推進で考えたとき、クレーター湖は、西半球で最も深く、世界で3番目に深い湖となる。クレーター湖研究所の所長で、陸水学者のオーエン・ホフマン氏は、湖本全体が水面より上にある湖の中では、平均推進で比較した場合クレーター湖が、最も深い。バイカル湖とタンガニーカ湖の方が、 クレーター湖よりも深いが、どちらも湖本の一部が海面下に広がっていると研究した。カスケード山脈の火山湖の一つであるマザマ山は、少なくとも40万年のアイダーン山岩、デイサイト、両ダサイトで形成されていた。カルデラは6000から8000年前の噴火によって作られ、マザマ山の陥没につながった。この噴火によって、約5 0トルの両ダサイトが噴出した。 それ以来、マザマさんの噴火はすべてカルデラ内で起こるようになった。溶岩の噴火によって、中央プラットフォーム、その上にかぶさった、両サイとウィザード島、メリアムコーンなどの小規模な火山的特徴が形成された。堆積物や地滑りの残骸もカルデラの底を覆っている。その後カルデラは冷却され、降雨と降雪によって湖が形成された。 カルデラの周焉からの地滑りによって、固定に、線状堆積地やタービダイトの堆積物が生じた。活動的な噴気口と熱水線がこの期間中よく見られた。しばらくして、カルデラの周焉の斜面が多かれ少なかれ安定し、放射状に山から流れる渓流が回復し、密集した森林が不毛の土地を覆った。湖を、現在の水深。 594メートルまで埋めるために約720年必要であると推定されている。これらの現象の多くは現在より降雨が少ない気候が優勢の時に起きた。いくつかの水熱活動が固定に沿って活動しており将来的にマザマさんが噴火する可能性があることを示唆している。クレーター湖は亜寒帯気候で標高が高くオレゴン州の全域と同じように 小笠原気団の影響を強く受けるため、珍しい唐夏型、欠片の気候区分、DSC である。夏は、小笠原気団の影響を受けて乾燥した、穏やかな気候であるが、冬は、アリューシャン低気圧の影響で寒冷で、平均降雪量は12.83メートル、最大降雪量は3.53メートルとなる。この雪は7月中旬まで溶けず、 周辺の山々で氷河を形成する。1949から1950年の冬には22.48メートルの降雪があったが、降雪量が少なかった1981から1982年の冬は4.88メートルしか降らなかった。最も降雪があった日は1971年の2月28日で、降雪量は94.0センチメートルであった。 同年の6月と9月には1回の暴風で51センチメートルの降雪も見られた。この湖では夏にも霜が発生する。平均的な年で氷点下の気温が見られるのは8月19日から7月7日まで観測可能な降雪0.25センチメートル以上が見られるのは10月1日から6月15日までである。クレーター湖は 支流からの流入口や支流への流出口がないなどの特殊な要因によって汚染物質がないため水質の純度は世界最高クラスである。石器円盤によって測定した透明度は一貫して30メートル強から20メートル中ほどの値を示す。1997年には53.3メートルという記録的明瞭度を記録した。クレーター湖は 比較的高濃度の溶解時を、総アルカリ度を、電動度を有する。平均 pH 度は、一般的に七から八の間である。祖先が、マザマさんの陥没とクレーター湖の形成を、目撃していたインディアンの一部である、クラマス族は長い魔湖を聖地として崇めていた。クラマス族の伝説では、天空の神であるスケルと地底の神であるとの間の、戦いについて語っている。 伝承では、マザマさんはこの戦いで破壊され、クラマス語でギイワスと呼ばれる湖を形成したされている。クラマス人は、カルデラの壁を登るなどの危険なことを行うで、クレーター湖を使用していた。その儀式に成功した人はしばしばより多くの霊的な力を持っているとされた。クラマス族は今もなお、クレーター湖を霊地として高く尊敬している。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。